いつになったら力を出すんだ。気をつけろライダーさん。いや、何か感じ取ってる。おい、もっと近くで探らないと。アルセルタスよ、様子がおかしいわ。
戻るぞ。またパワーアップしたぞ。アンジェナフやリオレイヤの時と同じだな。光を浴びたせいでおかしくなっていたんだな。ええ、
これではっきりしたわね。光がモンスターを暴走させていたのよ。でもわからない。モンスターが光を浴びて強硬化するのなら、オトモンだって危険なはずよ。この子たちはどうして正気でいられるのかしら。まだまだわからないことだらけだけど、これで一歩前進だな。ええ、そうしましょう。村へ向かうぞ。そろそろハンターを呼びませんか。理由は？予感？胸騒ぎかな。わかった、手配してくれ。あら素直。ことが起きてからでは遅いと言ったのはお前だろ。それにお前の勘は見どころがあると聞いている。なるほど、良い教えですね。何がだよ。いえいえ別に。大穴のそばにゲネルセルタスとアルセルタスがいたぞ。どっちも強硬化していた。やっぱり大穴から発生している光とモンスターの暴走には関係があったんだ。そう、だから島の守りレウスは暴走してしまったのね。守りレウスの様子がおかしかったからずっと気になっていた。強硬化したモンスターが村に現れたら、また村を壊されてしまったかもしれない。君たちのおかげで最悪の事態を避けることができた。皆に代わって礼を言う。礼を言う。言ったろ、この村は俺たちが守るってな。ライダ、こっちも分かったことがある。デデじい様はラビナ雪山にいる。目撃したアイルーがいるの。本当か？だったら急いでデデジーのところへ向かおうぜ。ええ、支度ができたら出かけよう。Oh, Dede, words of wisdom. As the power
love is slumbering in Rata truly so ruinous? If it is, then what needs to be done about it? With a clouded head, you head to the last known location of Old Eden. But the rays of hope in your mind are shadowed by a sneaking sense of dread. Of it next time.